アメリカ軍に超能力スパイが実在した。そんな信じられない話があります。遠隔投資という超能力を操っていたというスパイたち。その驚くべき実態が新たに公開された9万ページに及ぶ極秘資料から浮かび上がってきました。1979年、陸軍の中枢を担うフォートミード基地の中に超能力部隊が置かれました。ある日、マクモニーグルさんに重要な任務が与えられます。渡されたのは偵察衛星が捉えたソ連の秘密工場の写真でした。 Using remote viewing, tell me what's going on inside those buildings. Yes, sir. この時のマクモニーグルさんに関する報告が9万ページに上る極秘資料の中にありました。コードナンバー1とはマクモニーグルさんのことです。遠隔投資で描いたという潜水艦のスケッチ。頭に浮かんだのは何艘もの潜水艦を建造している巨大な工場の内部だったといいます。早速投資の結果を報告したところ、This report says your viewings are fantasy and imagination. そんな巨大な潜水艦はありえないと誰も信じませんでした。しかしその4ヶ月後、マクモニーグルさんが投資した秘密工場から巨大な潜水艦が出現するのを偵察衛星が捉えます。まさに世界最大。マクモニーグルさんの報告と一致していたのです。